はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター、世界崩壊後ですね、今回はナルシェをちょっと探索していきたいと思います。これ正面からそうだよね、行くっていうよりは、家には鍵がかかっている、トレジャーハンターでもない限り鍵は開かない。でモンスターは出てくるよね、多分。ごっついのが出てきたな。サンダラ必殺技は爆裂拳でいいや。一人だし、ジャンプ、投げる、手裏剣、風車持ってんじゃん、一本。魔法経験値は1か。で、そう、鍵がかかってて開かないと。ガールムなんか光ってんな。なんか色的に。サンダラ。ブラスボイスってなんだっけ？混乱だけ？ブラスボイス使ってみよう。聞かねえし。じゃあカトン。真空波がマジで安定だな。強い。ただだかんね。最強のコスパ。あれ正面からバリガルマンだって取れたっけ？イケシクハブリザラップ一層1か。ポーションとか今さらいらん。ナルシェ炭鉱、まあ大丈夫かな。マグナローダーズ、ブラストボイス1体だけ。あ、2人か。向き直って死んだ。こいつら魔法経験値1しか持ってねえな。このまま突っ込んでいけねえ。やっぱこっちじゃねえんだ。こいつはぶっ倒したら横の洞窟から入ってこう。まあ、経験値稼ぎと金稼ぎっていう感じかな。かと。初心者の家は空いてるからね、ここで回復できる。では気を取り直してこっちから。で洞窟を進んでいくんだけど、サンビーム弱いよな。機械はもう別にレベルとか関係なさそうだな。機械だからね、何かに依存してるっていうことはなさそう。本当に機械としての力。でどっちだこれ。ルガビー、空波が結構通る。てかめちゃくちゃ通るな。全体的に魔法に弱いのか。こっから入ってこう。2階、変なやつがいる。ファイラキックか、なんか上のやつとか。やっぱりね、なんとなく見た目的に死者の足音。ゾンビ化した。3ビームで焼き尽くすと思ったら魔法ポイントは2か。これゾンビ化してるよね。ゾンビ化してるわ。ってことは聖水、なんかやたら手に入れたかな。エクスポーション9個まで1個使っちゃおう。でここはもう完全に機能してないでしょ。ちょっとブリザラでいいか。じゃあ3ビーム真空波で倒せれば一番効率いいね。何も消耗しない。マッシュバイを覚えた。一応イフリートじゃなくてカトブレパスか。でこっから下に降りて、宝箱取ってなければね、中身が変化してるんだけど、取っちゃってあるからもうすでに。
エドガーとマッシュだけでいいかもな。そうするとエルメスの靴装備させるのはやっぱ先制攻撃率高いな。いいね。ウィザードはちょっと魔法防御力が高そうで、モーグリびっくりした、喋れる。人の言葉を話すモーグリ、その踊りは大地の力を呼び覚ます。モーグラムっていうじいちゃんに言葉を教えてもらった。夢に出てきたじいちゃんがアンちゃんたちの仲間になれていった。だから僕も仲間。雪男も一緒に戦う。あいつは頼りになる。ちょっと乱暴だけど炭鉱のどこかにいるはず。僕が命令すれば仲間になる。ここモルルのお守り、これ敵が出なくなるんでね。でモグはいないな。そういえばここって敵出んの。宝箱は取られている。モグ連れてくる。モルルのお守り装備すれば正直戦闘しなくて済むんだけど、だけどモグを入れてのボス戦はちょっと不安があるからな。一旦ちょっとこれで奥まで行こう。うん、寝るべきか寝ないべきか。寝なくて大丈夫。あれちょっと待って、どっからどう行けばいいんだ。厳重なところに来たんだよ。ここは入れんのか。これ出れる、これあ出れる。でこう、あれなんかどっから行ってた。グラビでブレーキしてる。いろいろいっぱい覚えたな。ゾーナシーカーはマスターか。あれこれ鍵だろう。ちょっと俺は厳重のところに行きたいんだよ。レベルアップ。あ行けたっぽい。炭鉱のところから行くんだ。オッケー。八竜がいる。封印されし八竜、解き放たれた。でもうめんどくさいからモグを連れてきた。モルルのお守りつけて敵と遭遇しない。これで一応挑んでみるか。バリガルマンダーいけるか。ラスキー必殺技はまあ単品でいいでしょう。まあ、投げるとすればとりあえず手裏剣だな。ジャンプでちょっと毎回毎回やっぱライブラはかけよう。弱点は見ておきたい。弱点があるか。レベル60にめちゃくちゃ高いんだけど。マジックパーも5万あるのかよ。あ炎か。ではパイラでいくつ当たる。カトンでいくつ当たる。3400杖弱っ。もうちょっと待って、なんでこんな弱えの。カトン杖これはもうファイラーゲームだ。フリーズビタスト、これ凍るぞ。完全に凍った。8300とか。魔法は使えません。エクスポーション使おう。いやカトンかなり強い。ラスキル、いやもう凍ってるからいいよ。とりあえずもうマジ最強火力はセリスだな。で踊るとかないし、倒した。セリス一応ねイヤリング2つつけてる。なんで魔法火力がめちゃくちゃ高い。雪だるまロンド、あ魔法経験値7持ってる。なかなかいいじゃないか。人が私の氷の封印を解いた。
魔石を身につけお前たちは一体この世界に満ちている殺気、千年経った今も魔対戦が続いている愚かな永久の戦い、それを終わらせて言うと自ら死んだ。いや俺はあくまでも氷漬けの封印を解いただけで殺したわけじゃないよ。これ奥行けんだよね。でバリグルマンダはやっぱりここなんだ、一個空いてんな。崖を覚えられるんで魔力プラス2いいじゃん。せりせり早速飛びさせよう。飛び降りますかってさ、簡単に言うよな。雪男の洞窟、これなんかさ絶対落とし穴だよね。ちょっと行ってみる。ほら結構広そうだな。ガントレット今さら。ガントレット俺実は持ってないよね、源氏のことよ取ったから。これ何、ひどい。でここに来んのか。これも絶対落とし穴だし、てか落とし穴にはまるしかなくない。あこれでここに来た。これは骨でできてる魔石、魔石取ろうパクろう、イエーイ。ミドガルズオーブ回収してしまった。歩くごとに待って、どうせこいつもファイラーに弱いっしょ。調べるまでもない、そんなことなさそうだな。ブリザードてかもうモグがマジ役に立たねえんだけど。あ対して じゃあこいつ回復だな一応。カトンいける3300、やっぱり見ておこう。雪うさぎお、なんか回復しだした。お結構いい回復量じゃん。ケアルが備えた意味がない。あれなんか雪山になってね背景が。1万7000とか弱えな。毒の属性に弱い、炎の属性に、あやっぱ炎弱いじゃん。先ほどダメージは当たらなかったな。ミドガルじゃあバリガルマンダはめちゃくちゃ炎に弱いのか。落とし穴とか絶対効かないでしょ。バイオにしよう。火力的にはバイオの方が高そうだな。イエローチェリー、え、なになになに、元気100倍。あ、もしやこれで強くなる。防御力がアップした、魔法防御がアップした、素早さがアップした、何でもかんでもアップするな。回復能力ってなんだよ。しかしお前は遠くに置かれた。倒した。元気100倍とか言ってみながら10円だけ持ってんだけど。僕はお前の親分くぽって、いつそうなった、うんうんみたいなこと言ってるし。骨彫刻を愛する雪男、その力は巨木をもなぎ倒すがちょっと乱暴。ウーマロ、こいつバーサク状態だからな確か。ウーマロだ、ウー親分の命令、仲間よろしく。空飛ぶ船に乗ってる。いきなり雪男が入ってきたらみんなビビるだろう。事情知らないさ。外に出ますか。はい、宝箱1個しか取ってなかったけどよかったのかなって言ってナルシェに放り出されましたと。ではちょっとミドガルゾーンを見てみよう。クエイク、グラビがトルネード、あヒットポイント 30% アップはいいな。ちょっとモグはでも一回外そう。ちょっとパーティー編成に悩むね。まあ、マッシュは入れるとしてちょっとティナ入れとくか、せっかくだし。ちょっとその前にもうモグはいらない、全部外そう。でエドガーはちょっと2軍落ちだな、まあ、セリス入れるでしょ。でティナも入れるでしょ。でマッシュにシャドウ、シャドウ投げる結構使える。でティ
ナはちょっとミドガルゾーンも飛びさせよう。クエイク、グラビが取るの、なんか使い勝手が悪いやつばっかりだな。まあいい。で後ろに下げて、シャドウも結局攻撃しねえからな。後ろに下げとこう。これでいいや。でちょっとまあナルシェはこんなもんで、あと行きたいところとしてはここにあるから、ここがあれだっけ、ダンカン師匠の家だっけ、ダンカンの家。お師匠様どうした、そんな顔して、死んだとでも思っていたのか。マッシュもしかして泣いてるの。わしは知らん。裂けた大地に挟まれようともわしの力でこじ開ける。お前仲間になってくれ。むしろ究極の技を授けよう。ケフカをぶっ飛ばしてこい。めっちゃ殴り合いしてんな。いやマジでダンカン仲間になってくれ、強そうだ。名付けて無限刀。ケフカをぶちのめしてやるんじゃん。ここなんかある、ちなみに隠れるもん。ごほごほ、やはり老人ではあったか。体にガタが来てポーションパクってしまった。なんでベッド3つもあんの。結構豪華な家だな。一人で住んでる割にはお客さんが来てもベッドで寝れる。そしてここで野菜を育てている。自給自足。ちなみにもうマッシュって必殺技これで全部かな。チャクラとか全然使ってねえな。無限頭部一回転だからね。さーて、それじゃああとカイエンいなくてもあそこ行けんのかな。ドマ城、ちょっとドマ城も行ってみよう。悪夢が見れるというドマ城。ちょいちょい降りらんねえし。夢見るルビーを求めてドマ城へ行きます。ちょっと待って、マッシュのマジックパーが異常に減ってるけど、まあいいや、そんな使わんだろう。一応中断取っとこう。オートセーブかかってるから多分大丈夫だと思うんだけど、ここじゃねえし。休もう。はい、なんもないし、どうやって入るんだ。カイエンがいなきゃダメか。ちょっとフラグがわかりません。一旦出るか。ちょっとシドの家行こう。ここ確か魔石あった気がするんだけど。あ、ほら怒ってるよ。ケイツハリーで、ケイツハリーが、あ、ここか。あ、ヘイスがあるじゃん。結構いいね。ヘイスがあればもうちょっと、あれだよね。エルメスの靴いらないよね。エルメスの靴1億使っちゃってるかな、シド。ありがとうよ、セリス。お前もちょっと一緒に来い。こんな小島で暮らしてないで、どっかの町に送り届けてやるぞ。ちょっとサボテンダーと戦おう。必殺技、無限頭部。これ効くんだっけ？めっちゃ殴ってんだけど。4980、倒した。よし、金と魔法習得ポイントが高いっていうね。
感じで、スラッグクローラーが出るんで、これさ、バニッシュですってさ、できんの？ちょっとやってみよう。バニッシュです、覚えてるかな、こいつ。覚えとらん、覚えとらん、何も覚えてねえや。バニッシュで消して、で攻撃したらさ、こいつ、あ、大丈夫か。そうだ、セリス、これでデスが来れば完璧。行け、聞いた。あ、デス覚えた、バッシュで。こいつもね、結構いい経験値と金と魔法取得ポイント持ってるからね、まあ、レベル上げには結構最適な場所。マランダの街ってそういえばなんか見たっけ。心に迷いがある、カイエンのことか。元盗賊、秘密を知って逃げ隠れしているござる。で、クリスタルの盾とか持ってねえわ。金は、あ、誓いのベール、あ、大したあれだな。でも素早さ6はでかいな。動詞のローブいいんじゃない、魔力プラス5。てか、なんて5個しか装備できないんだけど。まあいいや、買ってやるか。あとは引き裂かれた世界。お、いいえ。デンジャーだぜって教えてくれるゾゾの男、一人の正直者、恋人、家族、ふるさと、そんなものある。ローラに手紙が届く、モブリッツの彼、いや彼はもういない。花がいっぱいある、モブリッツにいる彼が送ってきてくれる手作りの造花。モブリッツはケフカの裁きの光、代わりに手紙を書いている人がいる。手紙読んでいいの？愛するローラ、村の再建も一区切りついて、そろそろ国に帰ろうと思っていたところでござる。てか手紙にまでさ、ござるって書くか。あ、これやんなきゃいけないの？伝書は取って、あ、これか、行ってこい。いや、ここ来といてよかったな。花はどうやって届け、手紙はさ、まあ、伝書鳩で届けられるとしてもさ、花までは無理だろう、増加なんて。この時代の郵便屋さんは超危険だからな、モンスター超強いし。で、ここ。というわけで、じゃあ今回はここまでにして、次回もう開演のところ行く行く詐欺してるけど、いや別に行くとは言ってないからね、いろいろ世界を見て回ってるから、まあ次こそは開演のところに行きたいと思います。今回はここで終了します。ちょっとここの砂漠でレベル上げとかをしてから行こうかなと思ってますので、次回はせめてセリスがね、崖を覚えてから行こうと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。